皆さんこんにちは、キリアです。今日はこちらのニャンニャン忍びというゲームをプレイしていきたいと思います。こちらはゲームタイトル通り猫と忍者のゲーム。今画面にも映っていますが、可愛い女の子の忍者くのいちということですかね。この忍者を使っていろいろな忍術を組み合わせて敵と戦っていくゲームだそうです。こちら今年の5月にリリースされたゲームで、そして最近もたくさんアップデートが重ねられているというゲームだそうです。こちら完全初見プレイとなりますが、そしたらやっていきましょう。はい、こちらがメニュー画面かな。まずはこちら関門に挑戦、これやってみましょうか。いきます。さあこれは上から敵が来てるのかな。おーっと、これは攻撃していってる。待って、これ何か、あ、これは自動で進んでいくのか、操作的なもの。おっと、そして何か3つ選べる。区内一斉射撃、区内発射プラス1。今投げていたのが区内なのか。ただ攻撃がマイナス 20% で、下級術習得、下トン下級術を習得します。そして雷電術習得、雷トン雷電術を習得します。ほう、どうしようとりあえずまだ何もわからないんで、真ん中の下級術習得、これでいきましょうか。これを選ぶ。さあこれで区内で攻撃していって、あ、そして炎の弾投げましたね。これがあれか、これが下トンの術か。なるほど、こうやって武器を強化していって、そして迫ってくる敵を倒していくという感じなのか。そしてまた3つ新しいのが、表層術習得、これは氷を投げる。で区内と、あ、衝撃強化、この下トンの術の衝撃強化というのがある。これやってみますか。さあまずは区内を投げていって、そしてここで、おーっと、ダメージが200、ダメージ200。これって、あ、横に動いたりとかもないんで、完全に右のこのメーターで次の武器を撃つまでの時間が決まるんだ。これ大丈夫か。どんどん上から攻めてきてるけど。区内強化、あ、そっか、さっき区内の数が増えるけど、区内の攻撃力が下がるというのあったけど、攻撃力アップもあるんだ。で、爆発区内、爆発効果追加。これどうしよう。区内強化してみますか。これで攻撃力 60% アップして、さあ、そして、これで、おお、あ、今、そっか、下等の位置で爆発があるから、複数の敵、近くにいる敵をまとめて攻撃できたんだ。で、ライトン術習得、連続火球で爆発区内。これどうしよう。新しいものを増やすのもありだけど、今あるもののレベルを上げていくっていうのも重要なのかな。ただ、まあ、今、手数が少ないですよね。手数が少ないので、左行ってみるか。今度雷、おお、雷を習得して、これで武器が3つになった。攻撃手段が3つになって、ただ敵のあれが、これ時間のこの、あっと違う、このカウントダウンでレベルが上がるのかと思ったら違った。これは連続雷電とノックバック効果と攻撃か。これ1回追加しよう、攻撃力がちょっと減るけど、雷の数を増やすか。これでこれがゼロになると、あ、新しい敵が出てくる。さあそしてここでまたレベルアップ。上のこのゲージが次の武器を強化するためのゲージなのかな。ダメージ増幅、区内加速、爆発区内、区内も爆発してみるか。どれがいいのか今のところ全然まだ分かってないけどさあこれで区内と炎と、そして雷で攻撃していく。そしてこの、おわっと、緑色の敵、これで火炎区内、カトン術を融合した区内を投げる。おー、あ、2つの区内とカトン術を2つ合わせることができるんだ。妖魔に点火効果付与で爆発攻撃力アップ、攻撃力アップ、これやってみるか。火炎の区内、これを選びます。さあここで、おーっと、これで区内を投げて、この炎がついた区内を投げていく。よし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 、だいぶ強くなったんじゃないか。これで爆発強化、区内一斉射撃、区内強化、これは区内一斉射撃、これで区内の発射プラス1。これやってみますか。手数をまず増やしていきます。おお、2つ投げた、2つ投げたけど1つどっか行っちゃったそっか、これ2つ同時に投げて、近くにいる敵が、お、今2つ当たりましたね。いい感じで敵が並んでいれば当たるんだ。そして高電圧雷電、これやってみるか。これで麻痺がかかる。さあここで炎と区内と、そして高電圧雷電、麻痺がかかるというけど、攻撃力高くて一撃で倒しちゃうからよくわからんこれは強い敵が出てきた時に
相手を麻痺できるのか。で、表層術習得。これはどうしよう。新しいの増やすか。一つをたくさんどんどん強くしていくというのもありだけど、いろんな攻撃を見てみたい。さあ、そしてこれ溜まってる。おっと、ここで打ってきましたね。氷を打っていった。そして表層貫通と表層分裂。表層が命中すると小型表層を3つに分裂される。どっちがいいんだこれ。分裂か貫通か。分裂できるのか。分裂できます。さあ、これでだんだん攻撃手段も増えていって、あ、おお、いい感じで分裂しましたね、今。かっこいいぞ、あんな感じになるんだ。そして、ここでまたレベルアップ。とりあえず、表層術連発にしてみるか。おお、氷を2つ投げていって、そしてその2つが分裂していく。あ、そして右側のこっちの方に当たりましたね、今。今、左に攻撃投げていって、分裂したのが右側に当たっていった。そして、次のレベル。これ氷の攻撃力アップやってみるか。さっき分裂したのがこの小さい敵に当たったけど、それで倒せなかったっすもんね。今度はこれで攻撃の、よっしゃ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 し、氷の攻撃力上げていって、ああ、それでもまだ分裂したのはやっぱり弱いのか。一撃では倒せない、強化していかないとダメか。で、次は爆発強化、連続雷電、連続火球、一番レベルの高い区内を上げていってみるか。さあ、ここで炎と氷と雷と、そして区内を投げていく。よし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 。敵もこの緑色のがだいぶたくさん出ているけど、なんとかなってますね。で、表層術連発、ダメージ増幅、連続雷電とダメージ増幅、これやってみるか。氷の威力を上げていく。さあ、ここで氷が当たると分裂していって、それでさらに敵を倒していく。そして次、区内加速、連続火球、ダメージ増幅、区内加速やってみるか。あ、区内速くなってますね。よし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 。そして現在ウェーブ17、だいぶ敵の数も多くなってきていますが、ここでまたレベルアップ。お、貫通しましょうか。敵の数も増えてきたんで、貫通強化で後ろの奥の方の敵にもダメージを与えていけるようにしたい。よしよしよし。一発氷が当たると奥の方まで、よしよし、一気に行きますね。一気にダメージ当てていく。そして次、これは区内一斉射撃やってみるか。区内の数を増やす。さあ、敵の数もどんどん増えていってますが、こちらにはこの区内と炎と雷と、そして氷がある。よし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 。これ、ウェーブが、現在20分の19。次は20分の20か。爆発範囲増やしてみるか。爆発範囲プラス 80%。さあ、これで、よしよしよし。爆発範囲増えると、強いな。周りをいっぺんに倒せる。よしよしよし。いいぞいいぞ。これ、だいぶ敵の数減らしていって、おー、これで、おー、第一関門突破。任務完了。これはいい感じにいけたんじゃないか。おお、そして新機能解放、レベルアップ、報酬習得。こうやっていろいろとどんどん先に進んでいけるのか。そしてこのニャンニャン忍び、結構キャラクターも可愛い。ちょうど猫屋敷も開いたようだ。猫屋敷が開いた。そしてこれ猫屋敷、これか。忍術研究、ランダムの忍術一種をアップグレードします。ほー。ああ、ここら辺でいろいろとアイテムを貯めていって、それでどんどんレベルアップさせていけるんだ。なるほど。よし。さあ、こんな感じで、こちら、ニャンニャン忍び、プレイしてみました。こちらのゲーム、面白い。操作としては見てるだけなんですが、どの武器を強化していったりとか、あとはこういう風に武器のレベルアップをしていったり、ここら辺で装備の強化をしていったりとか、いろんな要素があるゲーム。で、こちらのゲーム、iPhone と Android でプレイをすることができます。今こちら、撮影用にパソコンでプレイしていますが、スマホで手軽に遊べるゲーム、動画の説明欄のところにダウンロード URL を貼っておきますので、こちらぜひ遊んでみてください。ということで、今回はこのニャンニャン忍びを遊んでみました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。
もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。